のスケートリンクを海に見立てようということで、海の中に魚が泳いでいるというイメージで、お客さんがより一層楽しくスケートでき、またいろんな魚を勉強できる不愉快にさせたこと、思わせたことに関して本当ひどく、反省しております。